味はどうですか？美味しいね。美味しいね。美味しいね。ここの学食のおすすめは何ですか？チキンラーメンがとても美味しいです。オープンキャンパスアドバイザーは楽しいですか？楽しいです。どの辺りが楽しいですか？全部楽しい。全部楽しい。会とかやらせてもらって、すごい緊張もするんですけど、できた時の達成感がすごいあるので、そういうところに感じてます。これから来てくださるかもしれない学生の皆さんとお話ししたり、一緒に校内を回ったりすることがすごい楽しいです。高校生の皆さんと一緒に学食を食べたり、服装とかだけの話じゃなくて、日本の話もできて楽しいです。